披露する演舞は2018年度演舞桃源郷。世に疲れ心に傷を負った旅人の物語となっております。そんな旅人がたどり着いたのは、私たち山彦の本拠地である神戸市が誇る有馬温泉。旅人は有馬の地で何を感じ何を思うのか。それでは見てくださるお客様に最高の演舞をさせていただきます。ご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつだろうかこの国が心を失ったのは。かつて人に裏切られ絶望に染まる、世を離れどこか遠くへと幾千の夜を越えたどり着いた。Thank you.
山彦、笑顔で撤収。